YouTube でアーティストウェイ第5週2日目、はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、まあもうちょっと今夕方なんですけれども、今日朝からですね、すごいいろんなことがあって、すごいなんだろう、なんかもう濃い始まりで、濃い1週間の始まりで、はい、あ、今日月曜日なんですけどね、はい、はい、まず今日は朝、朝4時起きでジュリア・キャメロンの今撮ってるあのオンラインクラス、あの4回連続コースだったんですけれども、今日が最終日で、はい、でそれをまず最終回を受けて、はい、なんかなんだろう、はい、なんかあんまりまだ言葉にならないんですけれども、はい、あ、なんか旅は続くんだわみたいな感じを受け取ってですね、でそれから二度寝して、で起きて、あ、で今日から子供がね、あの通常時程で4時間授業が始まったので、子供を学校に送り出して、でそれからですね、別のズームの、あの上映会に、ある上映会に出てたんですけれども、またそれのね、あの上映された映像も素晴らしくってですね、なんかすごいジーンと、なんだろう、なんか大切なものを見せていただいたみたいな感じがあって、はい、でその後、あのハッシー部長のコワーキングオフィスだっけ、正式名称、はい、あのそれに続けて出て、でその前のね、上映会の、あのこのジーンとした余韻の感想を聞いてもらったりして、あの受け止めてもらってよかったな、なんてことがあったんですけれども、はい、なんか他にもですね、すごいなんか嬉しいこととかがあって、なんかね、 なんかもう午前中だけでだいぶこうあわあわして、はい、なんかねちょっと精神的な鼻血が止まらなくてどうしようみたいな感じだったんですけれども、はい、ちょっとですね、だいぶ落ち着いてきたので、ライブ配信ができる状態まで、はい、戻ってきたというような感じでございます。はい、で今日はですね、第5週の最初に、まあなんかちょうどね、あのそういうなんかたくさんいろんなことがあって、あわあわどうしようみたいなね、はい、ちょっとあのそれに通じるようなね、項目があるかなと思いますので、それについてお話ししたいなと思いました。それで見てください、じゃじゃん、はい、ちょっと息子の、あのおもちゃのホワイトボードがあったので、はい、使ってみました。はい、今日はですね、あの第5週の最初にある、自分で自分を制限しないという項目についてお話ししてみたいと思います。あと、まあその中にですね、ニューヨークに誘われた話っていうのがね、関係してくるんで、はい、ちょっとそれをお話ししたいと思います。じゃあちょっとそこ読んでみますね。第5週の一番最初です。はい、自分で自分を制限しないで、最初ちょっと飛ばしまして、審判182ページですね。ほとんどの人は自分の中の創造主がいかに膨大な潜在能力を持っているかを理解していない。そのため無限の潜在能力のほんの一部しか引き出そうとしない。私たちは自分を出し惜しみし、内なる創造主が与えてくれるものに無意識のうちに制限を課す癖がある。それゆえ想像を超える贈り物を受け取ると往々にしてそれを送り返してしまうっていうふうに書いてあります。はい、いかがでしょうか皆様、なんか、はい、これ読んで聞いて、なんか、はい、意味が分かりますかね。はい、なんか私ここの辺をね、読んでやっぱり思うのはですね、あの、まあなんか私自身のことなんですけれども、あの私すごい、あの受け取り下手で、あの、まあ、昔からそうで、まあ、今でもねそういう部分があるんですけれども、なんかやっぱりですね、すごく基本的になんか自己肯定感がすごく低かったりとか、あと自分に自信がなかったりとか、自分がこれでいいんだって思えない時期が長かったので、はい、あのでそういう人ってなんかこう自分にね、あまりにもいいものが来たりとか、あまりにもなんか褒めてもらったりとか、よくしてもらったりとかすると、いいんですかみたいな、いや私そんなとてもとてもみたいな感じで、こうなんか遠慮しちゃうっていうか、こう突き返しちゃうみたいなところがあって、なんなら私はもうなんかこうフリーズしてどうしていいか分からなくて、なんならスルーしてしまうみたいな、あの感じの人だったんですけれども、はい、でそこでね、このニューヨークに誘われた話っていうのが出てくるんですけれども、なこれですね、あの知ってくださってる方もいるかもしれないんですけれども、私3年前、あの2018年の年末に、このジュリア・キャメロンさんのね、あのアーティストウェイの、あの本場のニューヨークでやってるワークショップに、あの出てきて、あの実際のね、あの本場のワークショップを受けられるっていう、あの機会があったんですけれども、それをですね、あの誘われた時に、あのニューヨークじゃない米国在住のね、ニューヨーク、アーティストウェイ仲間のチエさんっていう方が誘ってくださったんですけれども、その誘ってくれた時がですね、なんかあの、まあ、いきなりメッセージでね、
千恵さんからFacebook でつながってたので、ニューヨークのジュリアのワークショップ一緒に行きませんか、私通訳しますよって、お家に泊めますよみたいな、自分が一緒に行ってあげますよみたいな、メッセージをくださって、でと思って、なんかあまりにもいいお話なので、すごい行きたい、もうなんかと思って、で私すごいひどいんですけど、そのメッセージをですねしばらく無視してたんですよ。なんかでもなんかあまりにも嬉しすぎて、いいお話しすぎて、もうどう返事したらいいかわからなくて、なんか本当にその脳がフリーズしてしまって2週間とかもっと、もう何にも反応せずにスルーしてて、なんか本当千恵さんに申し訳なかったなと思うんですけれども、なんかそのくらいね、なんか人ってあまりにも自分の想定外のなんか嬉しい願いが叶うみたいなことがあると、なんか受け取れなくて、本当にささーみたいなスルーしてしまうことがあるなっていうのがですね、自分ですごく、はい、なんか身に染みたというか、はい、そういう例だなと思ったのでお話ししてみました。皆さんはそういうことありますでしょうか。はい、今日もなんか時間がギリギリになってしまった。はい、では今日はこの辺で、また明日。